パヤン。パン中でシュビドゥワシュビドゥワ、ハローでパパパヤン、パパパヤン。宇宙人だよシャバドゥビヤン、シャバドゥビヤン。 UFO シュビドゥワシュビドゥワ、ハイテクパパパヤン、パパパヤン。未来はすぐそこ、シャバドゥビヤン、シャバドゥビヤン。よし、今日は遅刻しないで済むぞ。なんだ、合体していくぞ。もしかしたら、やっぱりお前か。おはようございます。おお太郎、間に合ったな。田中太郎、突然うちのクラスに転校してきた謎の宇宙人だ。待ってくれ。そんな。たかしの遅刻脱出大作戦。おりまちたかし、いないのか。ここにいます。たかし、また遅刻か。これで3日連続だぞ。すみません。遅刻しないようにするには俺様みたいに頭を使うめっちゃ。だからって学校に住んでいいってもんじゃないと思うけど。たかし、とにかく今度遅れたらお前は1週間給食抜きだからな。え、1週間給食抜き？どうだたかし、給食抜きは給食なんてのはどうだ。笑えねえよ。笑うな太郎、お前が悪いんだぞ、責任取れ。許さない。なんだよ。ドア開けっぱなし。ビビるじゃねえか。よし、目覚ましオッケー。今夜は早めに寝て、明日は絶対に遅刻はしないぞ。どこなんだここは。そっか、早く寝たいときは羊の数を数えればいいんだ。羊が1匹、羊が2匹、羊が3匹、羊が4匹、羊が3697匹、羊が3600… 助けて。ああ、夢か、よかった。お前が乗ってたせいで変な夢見たじゃないか。苦しい、助けて。苦しい。お前ら、どっから入ってきたんだ。押し入れ、こんなとこからどうやって入ってきたんだよ。人の家に勝手に別荘作るな。まだ朝の5時じゃねえか。今から学校へ行けば 100% 確実に遅刻しない。綺麗な朝日だな。たかし、朝ごはん。はい。早起きとっても気持ちがいい。そうだな、わざわざ起こしに来てくれたのに怒ったりして悪かったな。ありがとう太郎。それじゃあ行くか、太郎。お前らが寝てどうすんだ。行ってきます。やっぱ早く学校へ行くのって気分いいや。遅刻する心配もないし、のんびり歩いて行こうっと。あれ、おかしいな。いくら走っても前に進めないよ。このたかし専用ジャンボランドルーム
マシーン限定500個のお買い得商品です。さあ今すぐお電話を。誰が取った？なお今ならたかしの遅刻の記録が一目でわかる出席簿がセットで超お得。やめんか。まあそんなに焦ることもないか。まだたっぷり時間はあるし。そうだ、なんか飲みながら行こう。ミルクコーヒーっと。あれ故障かな。え、待てるか。そう、太郎のせいで無駄な時間食っちゃったよ。おかしいな、なんで上へ着かないんだ。太郎のやつ、邪魔ばっかしやがって。ん？なんだ、落とし物かな。うわ、重てぇ。中身はなんだ。いや、もしかしてバッグの中には大金がぎっしりで、でもってお礼にどうぞってもらえたりして。ねえ、たかしくん、私にマンション買って。私、真っ赤なスポーツカーが欲しい。いえ、太郎消しゴムがいいな。何でも買ってやる。くぬ、俺の幸せ者。早起きは三文の徳って本当だな。神様ありがとう。さては、ガーッ、タロの頭か。カバン勝手に開けた。お前のなんて知らなかったんだよ。だいたいこんなところに置いとく方が悪いんだろ。勝手に開けちゃう。いいんだろ。あ、なんだって。たかしがまた遅刻して1週間給食抜きになった時に笑う顔を。なんでこんなもん用意してんだ。日本語わかまらせんな。外国の人になる時読む顔をごまかすな。くそ、バカにしやがって。絶対に遅刻なんかしねえぞ。おはん。じゃあみんな、おはん。珍しいな、たかし。まだ20分もあるぜ。あれ、みんな、なんで体操服なんか持ってんの？今日は体育ないじゃん。たかしくん、先生の話聞いてなかったの？今日の1時間目、体育になったのよ。うわっそー！もしかして取ってきてくれるのか。えらい、太郎か、かっこいい。太郎、お前ってやつは。なんで運動靴だけなんだ。体操服はどうしたんだよ。よーい、スタート。結局自分で走って取ってこいってことね。くそ、絶対に学校始まる前に体操服取ってきてやる。これお願い。三丁目のゲリヤマスーパーでね、あそこ今特売中なの。お使いじゃねえっつうの。さっかり急いでんのに。あ、どうしたんだろう。そうか、木にボールが引っかかったのか。俺が取って。あ、ダメだ、今は時間がない。ごめんよ。え、うさあさあ、週刊太郎最新号だよ。あら、不良小学生、小さな女の子を見捨てるですって。残酷ね。いや、わかったわかった、取ってくればいいんだろ。くそ、急いでるってのに。優しいお兄ちゃんって大好き。すぐ取ってやるからね。え、走っとれたぞ。なに。わーい、当たりだ当たりだ。おい、当たりが見つかったってよ。
あんなところにあったか。はあ、残念と。なんなんすか、太郎の宝探しグランプリ。おめでとう。ありがとう。わけのわからん競技すな。よし、あの川を越えればオレンジだ。でもここから直進できればいいのにゃ。橋まで行くと遠回りなんだよな。これこれ。おおお、よし、これで時間を短縮できるぜ。ララ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 ラ。おっ、あにゃ、お前が膨らんでどうすんだ。自分でやれ。最初から橋を渡った方が早かったじゃないか。おい、助けてくるの。誰かが溺れてるんじゃ。大変だ。まあ行くぞ。また余計な時間食っちまったじゃねえか。お礼いらねえよ、急いでるんだ。とっても便利なもの。便利なもの、もしかしてそれを使えば早く家に着けるとか。あ、取れちゃったぞ鉛筆。どこが便利なんだ、こんなもん使いづらいわ。くそ、構うんじゃなかった。おい、早出せ。あらあら、出せってのが分からねえのか。ジェームズが絡まれてる。あれきっと中学生だ。どうする、助けに行くか。でも時間が。いや、ここでここで行かなきゃ男じゃない。早く早くカード出せよ。俺たちは半端で引き並べやってんじゃねえんだよ。ギャーハー、紛らわしい。アッシー、もうすぐオレンジだ。なんじゃおめえは。本物だ。お前ら、なんだ、やろうってのが。面白い、相手になってやるぜ。舐めやがって。あの声は、悪行はそれまでだ。赤太郎参上。続いて青太郎。緑太郎レーシュ。僕は来たろ。そしてピンク太郎よ。4人は仲良し、正義の味方、太郎隊参上。終わりだぜ。なんで俺の家に入るんだ。助けてくれねえみてえだな。出てきた。はい。俺の体操服。よし、任務完了。え、もう忘れ物するなよ。じゃあ。ちょっと忘れ物より今のこのピンチの方だ。わー、いつ見てもすごい。あと5分で学校が始まっちまう。
す。たかし、こっち。バカ、タクシー代なんかないよ。おごり。え、太郎、お前って。サンキュー、太郎。なんだ。ねえ、愛についてゆっくり語りま、リンリン。ギャー、食ってる場合じゃねえだろ。紛らわしいもん作んな。なんだ。おぶっていく。そんなの無理だよ、あと5分しかないのに。まあいいか。すごいスピードだ。いける、これなら間に合うぞ。あれこれって。田中太郎選手、ただいまトップで戻ってきました。今ゴールイン。日本新記録で優勝です。なんでいきなりマラソンになるんだ。あと3分で学校が始まる。もうダメだ、遅刻だ。1週間給食抜きだ。こっちこっち。近道だって。この道3分で行ける。何それ本当か。こんなとこ通るんだ。近道なのかよ。うわ、どこなんだよここは。本当に学校に行くのか。なかった？おはよう。
結局たかしは遅刻か。うん、お元気ですか。なんでこんなところまで飛んでくるんだよ。これじゃまるでギャグマ